はい、本日ですね、こちらノースフェイスで春夏におすすめのアイテムということでね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、春先どんなノースフェイスのアイテム買えばいいんですか。冬場はヌプス着きました、バルトル着ました、あれそういや俺春何着てんねやろってわからんくなるじゃないですか。で、春と秋って違いあるのとかね、そもそもいろんなことでわからんくなってくると思うんですけども、まあ、今回は何の話をするかというと、その中でもノースフェイスで新作で出てくるアイテムで、この春に買っとくべきことっていうのをね、3つあるんですけど、先にそれ全部紹介します。まず1つ、ジャケット系、そして2つ目っていうのがこのパンツ系になってます。そして3つ目っていうのがこういったボディーバッグ系ですね、まあ、この3つがねおすすめですよ。はい、以上ですっていうことでね、おいおい待て待てと、動画えらい短くなってくるやないかいってことなんで、今からじゃあどのアイテムが特におすすめなの、ジャケットでもちょっと微妙なジャケットもあったりするし、まあ、これはパスしてもいいんちゃいますかっていうのも一応ここに並べときましたけども、まあ、そんな話をねしていきたいなと思います。で、まあ、まずパンツからいきましょう。パンツは一択しかないから、何かっていうとこのアルパインライトパンツっていうパンツを履いてください。もうこれに関しては完璧、仕上がってる、もうなこれ以上言うことないっていうことで、これ履いた瞬間にねビビりますよ。僕はあの友達、学校の先生でね、体育の先生おるんですけど、仲良かったんですわ、あの同い年で、今でも仲いいけどね、一回会ってるけどね、その体育の先生、まあ、ちょっと騙されたと思って、このアルパインライトマジで買ってみってめちゃくちゃええからって無理やり買わしたんですね。もう反強制、まあ今で言うともうパワハラですわ、まあ同い年だから別にパワハラでもなんでもないけどね。でもう履くじゃないですか、次の日からね毎日履いてるんですよ。めちゃくちゃええやんこれって言って、最終僕それ5年ぐらい前に教えてあげたんやけども、そっから今毎年違う色買ってるらしいです。それぐらいハマるんで、とにかくアルパインライトパンツはもう騙されたと思ってとにかく履いてください。で、騙されてほんまにね、うわでも俺は合わんかったわっていう人は、それはゴールドウィンに連絡してください。僕に連絡は全然いらないんでね、ゴールドウィンの方に連絡しててくれればいいんですけども、それ以外もね、道路ライトパンツとかね、何個か僕も履いたんですけども、一番しっくりくるのがとにかくこれやったんですよ。だこれが一番最高級であり、もう唯一無二の存在であるっていうアルパインライトパンツ。多分僕の視聴者さんやったらもうこれはもう皆さんうなずいてるんちゃいます。そうそうそう、もうこれに関して、パンツに関しては一択ですよ。春夏のパンツに関してはあのロングパンツね、ショーツはまた変わってくる。ロングパンツに関してはもうアルパインライトパンツしかないよね、もう終わらせました。はい、パンツ終了ということでね。じゃあ次何の話でいく、次ボディバッグいきましょう。ボディバッグもね、いろいろと実は種類あるんですよ。こんなね、オリオンとかね、一番人気のやつスイープとかね、でなんかこういうサコッシュみたいなのもあったりとかね、あともうちょっとでかいやつもあったりとかね、もう僕もこれだけで十何個くらいありますわ。何が何かようわからんねんけども、とにかく何を買えばいいですかという方のためにですね、人と同じものがいいとか人と同じのが安心するっていう方はこのスイープ行ってください。もうめちゃくちゃ多いから、とにかくこうみんなスイープ買っとけば安心っていうところがありますので、スイープはいいと思うし、卓造のおすすめ教えてって言われたら、僕はもうずっと前から言ってることやけど、このオリオンってやつが一番使い勝手いいです。ただチャリンコ乗る人気をつけてねと。これは全然いいんやけども、スイープの時はチャリンコ乗ってしまって開けたらもう全部出てくるよということなんで、チャリンコ乗る方とかも含めばオリオンの方が僕は使いやすいんじゃないかと。でしかも値段もあんま変わらなかったんかな、ちょっとわからないですけど、これに関しては比較もやっててね、別動画こっちに出してますけども、さまざまやってきましたんで、ボディバッグもその辺を買えば問題ないと。じゃあ最後ジャケットですよね。ジャケットがこれ一番単価が高いです。値段も高いから失敗したくないと、おいどれしたんやんか、ちょっとわからへんなっていう方もねいらっしゃるかなと思いますので、そんな話をしていこうかなと思うんですけども、大体僕いつもこうやってペラペラしてるけど、これ全く台本ないですからね。台本なしでここまでずっと喋り続けてるんですけども、まずはですね、こちらマウンテンライトジャケット、これに関しては王道なんですよ。絶対もう言うやろうなと思ってたって多分みんな思ってますよね。あのタクソでこれマウンテンライトジャケットの話するやろうなと思ってたからと思うから一応言っときますけども、まあこれもね一番定番で出てくるんですけど、春夏は少し色明るめです。トーンがちょっと高いので、イエローベースのお顔の方はどっちかというとイエロー寄りのねベージュとかがあの似合うかなと思います。まあこういう感じですね。僕イエローベースだからこういう色が似合いやすいんですけども、で対してねブルーはね毎年出るかわからないですけど、ブルー系もねこれ同じマウンテンライトなんですけど、ブルー系の顔の方とかはねこういう色味を合わせることによってより顔が映えてくるっていうのもあったりするんですけど、僕の場合こっちの方が、顔に合いやすいっていうことなんでイエローベースなんですけどもね、まあ、ちらちら動画では言ってますけど、木村拓哉さんと同じイエローベースのオータムというね、カラーの続集になってます。より特性があるというかね、そういう顔の質をしているということなんで、一応木村拓哉さんと同じ属性でやらせていただいてますけども、端と端やと思います。えらい端と端やけども一応そういう属性でやってるので、まあまあマウンテンライトはね気に入るカラーがあればいいんじゃないかということと、次はねこちらのコーチジャケットがあるんですけど、僕個人的にあんまりおすすめじゃないんですよ。これはどうなんかなっていうことで、これコーチジャケットって他のブランドでコーチジャケットといえばっていうブランドっていっぱい出てくると思うんで、まあそれやったら別にこれ無理して買う必要ないかなと思うんですけども、このコーチジャケットはねこれまあ地味な色してるけども、他の色見てください、めっちゃ発色綺麗なんですよ。だから発色綺麗やから、僕みたいなオータムじゃなくてもうスプリングのね、あの春の鮮やかなあの
パーソナルカラーしてる人とかやったらめちゃくちゃ似合うと思います。ほんまめっちゃ映えてくると思うんで、そういう方はいいと思うんですけど、まあ色だけね、似合う方がいればいいけど、ほとんどの方は、まあ、僕はこれスルーでいいんじゃないかなというふうに思いますし、あとこちらもですよね、ノースフェイスのめちゃくちゃ人気ジャケットで、こちらクライムライトジャケットって言ってね、このずっと出てるねジャケットがあるんですけども、これに関してもちょっと今年はもうスルーでいいんちゃうかななんていうふうに思ってます。昨年からちょっと仕様変わっててね、ちょっとね、僕らからしたらあれっていう感じになってて、まあ、どれぐらいあれってなったかって言ったら、ドラえもんの声変わったでしょ。一時ドラえもんの声変わって、あれなんかだいぶ違う声聞いてるみたいってなってね、それ以降ドラえもん見えなくなったって方ねいらっしゃるかなと思うんですけど、そんな感じだから、ドラえもんみたいな感じでちょっとだけ変わったんですよ。大きくは変わってないけど、ちょっと変わったけど、それがちょっと違和感あるでしょ。それと一緒でクライムラジオジャケットもね、ちょっと変わったでしょ。だからそれがちょっと違和感あるから、まあ声優さんが変わるっていうのもね、時代の流れで仕方ないかなと思うし、クライムライトジャケットもね、時代の流れでアップデートしていくっていうのは仕方ないかなと思うんですけど、僕個人的にはこれもまあスルーでいいんかなということなんですが、 2,3 年前まではこれが最もおすすめのジャケットではありました。だからおすすめのジャケット紹介するっていう動画でこれ出してどないすんねんって感じなんやけども、 2,3 年前まではねこれが絶対出てくるような、アイテムやったんですけど、じゃあ他何が出てくるかというと、まずコスパイのとこ行きましょうか。これね、まだタグついてるけど、これ1年前に買ってタグつけっぱなしっていうことでね、お前転売するんちゃうかということで、まさかシーってしといてもらったらいいんですけども、このドットジャケットはとにかく安いんですよ。値段が何ぼかやったかな、1万5000円ぐらいということ で、それでいてね、劣化とかもしないんで、ガンガン洗えたりもできるんですよ。ただその代わり機能はあんまないんやけども、まあ、春夏にパッて羽織るようなジャケットが欲しいと。ドットジャケットってなんかめっちゃ値段、ある程度値段も安いし、買ってもいいんかなと。マウンテンライトみたいに4万も用出されへんけども、1万5000円ぐらいだったら出せるわっていう方なんかはね、まあ、さーって羽織るようなジャケットとしては全然いいんちゃうかなと思いますし、これも毎年新色出てきますけどもね、春夏になったら出てくると。で、次がね、これは結構皆さんスルーされるところだけど、マウンテンライトは高い。わかりました。でもドットジャケットほど質は落としたくない。ご安心くださいませ。このねペチャクチャ喋るおじさんがおすすめのアイテムがございます。それは何かと申しますとですね、こちらのズドンということで、オールマウンテンジャケットっていうのがあるんですよ。もうはっきり言います、スペックに関してはマウンテンライトとあんま変わりませんっていうぐらい、ほとんどの人がよく聞きます。すいません、タクトさん、マウンテンライトジャケットとオールマウンテンって何が違うんですかってよう質問いくぐらい、まあ、ほとんどの人があんまりそんな大差分からへんっていうぐらいなんですけど、これに関してはね、ちょっとセールなんですよ。ちょっと安なるっていうことで、ほぼほぼ一般の人から見たら性能分からんのにもかかわらず安く買えるって考えると、高性能じゃないですか。高性能で安く買える、これ値段何倍やったかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけどもね、この辺出てると思いますけども、まあ、それがねセールになってね1万円ぐらいグッて安なったりとかするっていうのが、だいたい夏頃に安なってます。早かったら5、6月ぐらいかな、もうセールかかりだしてるんでね。ノースフェイスの公式 のゴールドウィンのサイトでは安くならへんと思うんですけども、楽天とかではちょくちょく安くなってますので、ね、まあ、この辺はちょっと性能の高くてコスパ安なんですかって言われたら、まあ、オールマウンテンはね抑えてもいいんじゃないかなと思います。特にこだわりがない方はね、まあ、一回ちょっと着てみましょうか。はい、とまあこんな感じなんですけどもね、まあジャケット的にはね非常に使いやすいんじゃないかなと思います。でオールマウンテンっていうぐらいからこう山をね考えて作られてるジャケットやったりもするんでね、こう山の時ってこう持ち運びとかもするから、このジャケットもねちっちゃくこうくるくるって収納もできるし、もちろん性能も高いしっていうことなんで、でさらにはね初めてアウトドア着るっていう人からさ、このねベンチレーションっていうもの、脇のねジップがついてたりとかっていう、まあ、いろんな機能があったりしますんで、あジャケットってただ着るだけじゃないんやなって、性能があるんやなっていうのをね気づかさせてくれるのにもちょうどいいジャケットかなと思うんで、まあ、この辺はいいでしょうと。でもうちょっとあったかくなってきて、まあそれこそ5月6月ですわ、梅雨で雨の時はこれオールマウンテン着といたらいいんやけども、まあ、もうちょっとあったかくなってきたとか、4月でもねあったかい日が来たっていう時なんかはね、このマウンテンソフトシェルジャケットっていう、このジャケットね確かそんな名前してたと思うんやけども、まあ、これもね非常に使いやすいんじゃないかなと思います。値段もそんな高くないしね。でそれでいてねパッて羽織ってね、こうストレッチ性とかもあってめっちゃ伸びるんですよ。めちゃくちゃ伸びる。これ分かるかな、こんだけ伸びてるんですよ。めちゃくちゃ伸びるから着心地もいいし、まあそれで洗濯とかもね普通にビヨ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 普通にその辺で洗濯もできるんで、この辺りはねノースフェイスの春夏でね買うってなったりしたら非常に使いやすいんじゃないかなというところで、じゃあそんなんてどこにあるんですか、ご安心ください。全部動画の説明欄にリンク載せておりますのでね、なんか名前わからんくなったとかね、品番がややこしいになったらね、ご安心ください。下に全部載せてますのでね、まあ見ていただければなということでね、本日はですねノースフェイスの春アイテムでおすすめのアイテムというのをねご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。